日韓レーダーめぐる実務協議調整具体化まだと国防省、そしてもう一本、河合補佐、日米で中国に対処をアメリカで講演、韓国も批判という、日本立てで深入りまいりましょう。ちょっとですね、今日、この2つのニュースをどうして取り上げたのかといいますと、1つはもちろんこの、日本と韓国をめぐる、日本と韓国をめぐるというか、韓国側のですね、日本に対する、もう一方的な嫌がらせ的な行為と、それから非常に危険な行為ですよね。で、今日11時からですかね、ムン・ジェイン大統領が記者会見をするということで、その中でですね、この史上最悪とも言われる日韓関係について、言及があるんじゃないかということになるようです。ですから、明日の虎ノ門ニュースでもひょっとしたらそのニュース項目に上がるかもしれませんけれども、向こうの大統領が何言うかなんてこと別に固唾を飲んでこっちがですね聞く必要もないんですよね。で、実は今日、私木曜日毎週夕刊フジにコラムを書いておりますけれども、今日はたまたま、この件とですね、もう一つ重要な件を絡めてお話ししてるんです。で、それ原稿を送りましたらば、もう急遽一面から展開しようということで、内容全部はちょっと申し上げられませんけれどもね、一つはですね、去年の確か春初めぐらいだったと思うんですが、ちょうど1年ぐらい前ですけれども、あるですね、政治家 OB ですね、日本の政治家大物ですけれども、その方からですね、当然その韓国ともかなり特別な、いろんなつながりが過去にあった方なんですけど、もう韓国の軍の、上層部幹部は、もう怒り心頭だと、ムン・ジェイン大統領に対して、でこれはひょっとするとクーデターという事態もあり得るということを私1年ぐらい前に聞いたんですよ。それで、そういうのもいいかどうかね、果たしてその日本にとって影響があるのかどうか、それからその、混乱するってことはあんまり良くないですから、米韓同盟という観点からもよろしくないし、どうなんだろうねというふうに実は、思っておりました。でその後ですね、またその同じ方から、あるいはちょっと別の人からですね、この番組でも他のね、コメンテーターの方も触れておられたと思うんですけども、このムン・ジェイン大統領が自分の意に沿わない軍の幹部を次々と排除しているということがあって、で韓国軍このままだとおかしくなるよと、なんか粛清に近いような、そうなんですね。でそうするとね、軍というのは究極のプロフェッショナル集団じゃないですか、もちろん人の集まりですから、いろんなその権力闘争もあるわけですけれども、ただこれね、やっぱり文民統制って、よくシビリアンコントロールって日本で問題になりますけれども、これの一番悪しき面が投影されてるんですよ。つまり政治家がその究極のプロ集団である軍の人事をですね、自分の政争とか、あるいはその自分の感情とかいうもので、あんまりにもいじり倒すと、軍そのもののやっぱり士気が落ちるだけではなくて、下手をするとその士気系統みたいなものが混乱をきたしてしまって暴走を始める危険性があると、でそうなってきた時が一番まずいよねという話だったんですけど、今まさにその状況が起きてるんじゃないかと、こういう見方をする方もいるんですよね。でそうだとすると、日本にとっても極めて危険な状況にあるし、それからかつて、今も、自衛隊の関係者や、あるいはその OB の人たちの中には、そういうことをおっしゃる方もいるんですけれども、日韓の政治情勢がどうであろうとも、韓国軍と自衛隊は、非常にその、言ってみれば軍同士、軍人同士の、絆があると、現場では、それからその韓国軍の軍人も、日本に勉強に来たりとかしてたじゃないですか、ですからそういう形で、軍同士は非常にこうそれなりのつながりがちゃんとあるんだっていうことを言っていたんですけれども、もはやそれもちょっと怪しい、どうなんだというところにまで来てるわけですね。でそうなるとですね、実はもう一つちょっと心配なことがあってですね、非常に衝撃的な話なんですけど、もし仮に今韓国で軍が、ムン大統領としては自分の意に沿わない人をどんどん排除はしたんだけれども、それでも軍の、方からですね、クーデターというようなことがもし起きた時、ムン・ジェイン氏は北に SOS を出すんじゃないかと、そうなってしまうと軍が南北で手を結んじゃう可能性がある、ということがですよ、
まあさすがにそんなことはそんな簡単に起きないだろうけれども、それがまことしやかに言われてしまうぐらいの実は状況なんだと。はあはあ、だこれね、やっぱり日本側も相当重く受け止めてると思うんですよ。そうですね、うん、でね、もうあの一方でですね、実はもう一つ重要な話があるのは、じゃあ日本はそれをどういうふうに、まあ、今受け止めてるって私言ったんですけれども、まあ、こういう事態だと、まあ、つまり最悪そういう状況でもありうるんだっていうことを考えたときに何をしなきゃいけないかって言ったらば、日本の自衛隊を強化するってことしかないんですね。でもちろん自衛隊は普通の軍と違ってですね、まあ、憲法上の制約っていうものにもガチガチに手足を縛られてますから、あのこの番組でも何度かお越しいただいた佐藤正久さんなんかも、ここであの例の駆けつけ警護って俗に言われてたね、あの問題について話を聞いた時に、私そんな大変な状況で皆さん任務についてたのかということなんですけど、これ武田さんもねお詳しいと思うんですが、あのこの年末年始もですね、例えばロシアの飛行機が日本の領空に入ってきたりとかですね、まあ絶えずいろんなことが起きていて、あのおそらく去年1年間も一昨年と同じように年間1000回ぐらいのスクランブル出動があったと思うんですよね。でそれだけその危険な任務についているんですけれども、この自衛隊がですね今どういうその状態に陥っているかというと、日本の今度話なんですが、まあ、自衛隊はその韓国みたいな変な状況じゃないんですけれども、自衛隊の人がどんどんその足りなくなってるっていう状況なんですね。そこでも人手不足ですよ、ね、はい、でこれだけ景気が良くなってきたり、まあ、民間も人手不足です。そうするとやっぱり自衛隊へのそもそも入隊希望者が減るわけですよ。でさらに、今一応ですね自衛隊の定員というのが25万弱ですけれども、91% ぐらい充足率はあるんです、はい、なんとか、はい、ところが、去年ですね、海上自衛隊、まあ、いつも一番ですね人集めに苦労するんですけれども、この海上自衛隊の新規の、入隊、まあ、希望者っていうんでしょうかね、まあ、内定みたいなもんですね、その人数がですね予定してた人数の6割にいかなかったんですね。でこれはその 59% ぐらいというのはもう衝撃的な数字で、まあ、かなり関係者はそのショックを受けたと。でそういう中で、特に若年人口も減っているから、何とかしなきゃいけないということで、この人数をあの、まあ、年齢をですね、だいたい18歳から今まで26歳だったのを32歳まで上げたんですね、まあ、それでもなかなか難しい。でその理由は一つはですね、法律で義務付けられている、はい、あの自衛隊法97条というので義務付けられているにもかかわらず、自治体がですね、協力してないんですよ。その対象年齢にある人たちの情報というのを、まあ、あの一定の情報ですけれども、それを、自治体から自衛隊に提供しなければいけないことになっているんですが、この協力をちゃんとやっている自治体というのは大体3割ぐらいしかないという状況なんですね。さらにその3割の中でも、ちょっと私が話を直接聞いてみたところによりますとですね、例えば自衛隊の人たち、来てくださいと、各地のね、それでここで、たくさんあるそのデータの中から、住民に関するデータの中からあなたたちが該当する人をピックアップしてってくださいと、その場で手書きで書き写してるそうですよ。はあ、そういう状況なんですね。ですからその自治体の方がシステムに対してどれぐらいお金かけられるかって問題もあるんだけれども、普通だったら必要な人のね、データを必要な項目分だけ抽出して渡せばいいじゃないですか。こういうこともできてないっていうのが現状。それから都道府県というその自治体がですね、あるいは市町村長が協力しなきゃいけないっていうふうに法律に書き込まれてるんですけれども、公立の高校、県立高校や都立高校に、例えば就職相談会みたいなのあるでしょ、企業とかブース出せるじゃないですか、それを出させてくださいと、まあ、自衛隊のね、あの募集の、その募集、あの相談事務所みたいなところ、ダメですと。でその主な理由は何ですかって聞いたら、あのどうも教職員にアレルギーが強いからと。あ、出ましたね、そういう状況なんですよ。じゃ人集めなんかできるわけがないです、そしてさらにもう一つ衝撃的なことはですね、今週火曜日にあのお越しになった桜井よし子さんもおっしゃってましたけど、韓国の軍事費はおそらく今年日本を抜くんじゃないですか。追いつくぐらいまでいってると思いますね。ですから
お金も、ね、で韓国はですよ、日本は例えば GDP1% 枠とかいうわけわからないキャップを自らかぶせてですね、マスコミも大騒ぎして日本の軍事費増やさせないようにずっとしてきたわけですけど、でもね、韓国は日本の GDP3 分の1以下ですよ。で日本とほぼ同じ軍事費で、最初の話にすいません長くなってしまいますが戻るんですけど、じゃあ仮にですよ、まあ韓国が北朝鮮と軍事的に手を握っちゃった場合どういうことが起きるかというと、日本のすぐ近くの朝鮮半島に日本と同じぐらいの軍事費、そして人数ベースでいくと 2.6 倍ぐらい、65万人ぐらいいますから、それと北朝鮮の分も合わせればもっとですね、3倍近い人員を持つ、でまあ北朝鮮の軍隊の技術なんていうのはポンコツかもしれないけれども、でも核は持ってる可能性が高いわけですよ。で韓国だってミサイル持ってますね。つまり日本にとっての非常にその軍事的な脅威となりうる勢力が朝鮮半島にできるってことです。それで日本の自衛隊にはいまだにね、そのまあ人も増やさせない、そしてあの今日たまたまですね、ちょっと中村ディレクターも用意してくださいましたけれども、これ何新聞だっけ、中日新聞でしたっけ、膨らむ防衛費聖域化せず精査せよとか言ってね、なんかもうその安倍政権の下で7年連続で防衛費が膨らんでるんだっていうことをものすごい文句言ってるんですけど、これ周辺国の状況分かってますかって話なんですよ。でこのね、韓国は確か年間ですね 8%、 1割近く増やしてるんですよ。それで日本のことはこんなにね聖域化しないで、もうとにかくオープンにしろだとか良くないとか言ってるんですけど、どういうことなんでしょうかと。出雲一石の回収だけで大騒ぎですからね。大騒ぎですからね。専守防衛の域を大きく逸脱っていう、ね、ですから私ね、やっぱりちょっとね、日本のこの、まあ、特に安全保障に関する報道っていうのはもう異常を極めてると思うんです、まあ、可愛い特別補佐の言葉ですね、はい、まさに。で私さっき申し上げたような自衛隊のね、やっぱり人集めに苦労している実態というのが、私もようやく遅ればせながら分かりましたんで、今年はですねできるだけこれを、はい、まあ、応援するようなですね、ちょっと取材をしていきたいなというふうに思います。募集の窓口すらね、設けさせてもらえないんだったら、ひどいでしょ武田さん。そうです、ね、武田さんも随分ね、やっぱり自衛隊にいろいろ協力されてますけれども、武田さんは実際護衛艦に乗り込まれてね。そうですよ ね、 そうですね、どうですか。いや、これは本当に深刻な問題でして、なんかこの震災、東日本大震災の時に、はい、まあ、自衛隊が相当注目され、まあ、活躍して、注目されて、関心、なんか自衛隊ってすごいちゃんとしたいい組織じゃないっていう雰囲気になったじゃないですか、じゃあそれで募集が上がったかというと、その時も上がってないらしいんですよね。ね、そうそう、その話ですけど、はい、内閣府だったかな、調査したので、 92% の国民が自衛隊に対して好印象、好感を抱いてるんですよ。でも募集にはつながって、募集 像にはつながってないんです、はいはい、応募像にはつながってないんですよ。だからなんか東日本の時に、まあ、すごく世話になって、地元の人たちも自衛隊に対していい印象も、でもこれを自分がやりたいかってなった時に、そこに必ずしも結びつかないということだったようですね。やっぱこれやっぱメディアの影響はですね、非常に大きなものがありますよね。なので、出雲もそうですけども、いろいろと船がいろいろ地域地域回って、公開したりとか、そういうふうに自衛隊もかなり努力をしているんですよね。基地祭を開いたり、ショーをやったりとかいろいろやってますけども、そういうのをちょっと民間の人たちが積極的に協力をして、人を集めたりとか、その催し物自体をですね、支えていくっていう、その国民としてこの自衛隊を支えていくっていう、そういう空気が必要だと思うんですよ。本当そうですね。でその地域ごとにその、協力する団体があるんですよね、はい、自衛隊の相談事務所っていうのがあるんです、はい、あとそれがもう民間としてその自衛隊を支えようっていう団体が地域ごとにたくさんあるんですよ。でそういうところと連携しながら、その基地とか駐屯地とかがですね、催し物やったりとかしてますから、一人一人が自衛隊を支えようと思えばですね、そういうところに参加する方法もあるんですね、はい、なので
ちょっとただの傍観者ではなくて一人一人が参加するか、うん、できる可能性があるということですね。ちょっともしそういうのに危機感を持つ人がいたら、まあ、自分の住んでいる地域にどういう自衛隊に協力する会があるのか、例えば防衛協力会とかですね、自衛隊を支える婦人たちの会とかですね、いろいろあります、ありますから、そういうところでですね、自衛隊を支えるということをぜひ参加していただきたいなと思いますね。いよいよそういうことになればですよ、南朝鮮と北朝鮮がですね、接近するということになると、じゃあ日本はどこと連携を強めていったらいいかといえば、まず一つ台湾が出てきますよね。はい、そうですね、おっしゃる通りですね。で、台湾と中国の関係が今微妙ですから、今ここはチャンスなので、日台のこの連携、できればその、防衛関係、安全保障関係でも連携を取れるような、 そっちの模索は絶対必要ですよね。おっしゃる通りです。事実上の軍事同盟的なものですね。ですから日米、そこに台湾がしっかりと連携してくる、日米台湾、ここがですね、連携し始めると、これは一つの盤石な体制になると思うんですよ。そこら辺じゃないですかね。そうですね。で、今日ニュース項目に上がってませんけど、今週は今週というかこのお正月ね、習近平国家主席が、台湾一国二制度でどうかなんて、ありましたね、言っちゃって、でその蔡英文さんはもうそれ冗談じゃないと、そんなこと台湾国民受け入れられないよと言ってね、で彼女のその SNS に、日本語でもそういうメッセージ出てましたね。だからそれ日本人にも分かってほしいっていうことの表れですよ。でそれに対して、その彼女の SNS での発信に対して、ものすごく記録的な数のやっぱいいねがついてましたね。ほとんどはその台湾人ですけれどもね。でそういうその状況にある中で、むしろね、私やっぱり習近平さんってちょっとどういう人なんだろうと思うのは、今ちょうどですね、去年選挙負けたりして、地方選挙負けたりして、蔡英文政権ちょっと危機だったんですよ。民進党の代表選挙っていうのがあって、それは一応蔡さんが推してた人は勝ったんですけれども、ちょっとその政権基盤がね、揺らいできたところ、そして今ちょうど年明けましたから、来年の確か春は総統選挙ですね。また、だから蔡さんとしてはちょっとこれからなんとかもう一回その国民の支持を取り戻さなければって思ってたところで、習近平さんが一国二制度って言った時点でもうなんか逆に蔡さんに利する形になっちゃったって、やっぱそれは嫌だわっていう話になるじゃないですか。これはやっぱり蔡英文じゃなくちゃまずいなって話になりますから、ねえ、だから政治的センスがないんじゃないかと思うんですけれども、ただね、そういう中で今武田さんおっしゃったように、やっぱりアメリカはどんどん台湾との関係を強めてますよ。でやっぱりトランプ政権は、そこはさすがで、台湾旅行法というのを、通しましたね。でこれによって、要するにその高官がお互いに訪問できるわけですよ。私日本もやるべきだと思いますね。そうですね。今はチャンスだと思います。私もそう思います。今チャンスで、今回のレーダー照射の関係で今そういう韓国っていうのは、信用、もともと信用できないんですけども、多くの日本人はね、友好国だと思ってるわけですよね。先ほどの河合克行さんの話でもね、友好国にあるまじき態度だって、私はそもそも友好国じゃないと思ってますけども、一応日本人の一般的な理解としては友好国だと思ってるわけですよ。でも韓国は友好国じゃないということが、このタイミングで白日のもとにさらされたというね、だからこのことに気づくのが5年後だったらもっと恐ろしかったわけで、今気づくことができた、私たちは分かってましたけども、ようやくこの一般的にこれが話が通じるようになったわけですよね。だからこれはね、ありがたいことでして、韓国がそれはそうですよね。そうです。だから韓国がいかに嘘つきであるかということも、1億2000万人が知ったわけですよね。だって最初レーダー照射したと言ってたんですよ。2点差ってすごいですよね。市内になってて、いや天気が悪かったって、いや晴れてんじゃねえかって話じゃないですか。いや捜索してた、いやもうすでに救助してんじゃねえかって、いちいちも全部嘘で塗り固められてるわけです。これを何でしたっけ、最初は、いや電波状況が悪くて聞こえなかったと、いやコーストって聞こえて、聞こえてんじゃねえかって話じゃないですか。看板号も聞こえてるんじゃないかって、もういちいちも全部嘘ですよね。こんな口から出まかせの嘘を
まあ、いやしくも国家が国家ぐるみでやっちゃうわけですから、はい、ねまあ、これでですねもう日本人はあもうこの人たちはもう無理だって、アレルギーになっちゃったわけですね。それこそアレルギーね。そうですそうです、だから最後謝れですからね。そうですよ、びっくりしちゃいますよね、いやさすがにねどの口が言っとんじゃった話ですから、だからこれをやっぱり今のタイミングでね、だって慰安婦があり徴用工がありいろいろあっても、それでも旭日旗もあり、それでもなおね、いや韓国とは友好を保とうなんていう空気だったのがガラッと変わったわけですから、これはですね日本にとってはこのレーダー照射事件は日本にとってはプラスでしかないです。なるほどね、ええ、そうです、そう受け止めるべきですかね。まあ、前にも申し上げたと思うんですけど、実はその安倍政権2003年目ぐらいかな、2014年の夏ぐらいだったと思うんですけど、まあ、あの当時はあのパク・クネさんという前の大統領はですね、はい、もう日本のことをあの全然ないことないことを世界中に言いつけ回って歩いてた時ですよ。いわゆる告げ口外交なんて言われてましたよ ね、うん、でほとんど濡れ衣ですけれども、で、まあ、パク・クネさんも今になるとまあ、非常に政治状況厳しかったんだろうなっていう理解も一応できるんですけれどもね、でその時にですねもうちょっと韓国とは付き合えないねってやっぱりそういう雰囲気もあって、その時にですね、それまでは外務省のウェブサイトで韓国のページにですね、その日本とは、価値観を共有する隣国であるって書いてあった、価値観を共有するというところが削除されたんですよ、突如として、でそれは、まあ、官邸側の指示だったというふうに聞いていますね。もうその時点で価値観は共有できないっていう、つまり価値観共有できるっていうふうにはこう明文化はできないというふうになってたわけです。でそれから何度も何度も何度も何度 もういろんなことが起きてるじゃないですか、で今回もこれに極まるって感じですよね。なんか外務省もようやく気づいたっていうところで、なんで今まで気づかないんですか、ね、そう遅いですよね。で徴用工あたりからもう戦略的無視っていうのが一つの、ね、外務省の中での選択肢に入ってきたということですから、まあ、遅きに失した感はありますけれども、あでもそれに気づかせてくれたのも徴用工でありレーダーであり、ということですよね。まあ、その韓国軍がですね強いかどうかということですけど、まあ、あの軍事費が大きくなったまんまですね、それが長年持続するとこれはですね、あのいろんな技術的にですね積み上げがされますけど、ただ韓国海軍の軍人の7割は泳げないんですよ。え、嘘、はい、ちょっと待ってくださいね、データが出てます。なんかすごいデータぶっ込んできましたね今明確にデータがあるんですか。ありますあります、日本それはさすがに本当ですか。日本の海上自衛隊のね、あの自衛官で泳げない人は一人もいないです。そりゃそうですよ、韓国の軍人のいくらなんでも、いやこれ本当なんですよ。そういえばね、あの私も聞いたことあるんですけど、じゃ軍じゃないですよ、あの海があるじゃないですか、でもあっちの人は海で泳がないらしいんですよ。そうそうそう、だって学校で水泳の授業ないんですよ、ないって言ってた、確かに、それは聞いたことあります。だからね、あの7割以上泳げないんですよ。あら、はい、そのレベルなんですね。でしかもあの韓国 の、 あの、まあ、駆逐艦ですね、あの、まあ、いわゆるイージス艦と言われているものの、あのコンピューターの処理速度が初期のファミコンと同じなんです、だから演習中に何度もフリーズして、その度に1日に何度も立ち上げないとまともにシステムが動かないんですね。そうちょっとそれはそれでまた別の心配が出てそうよねでもさ、それやっぱりそうだとしたら連携組まなくてよかったみたいな、そうですそうです、だからあの全く脅威じゃないとは言えないんですけども、ただね韓国軍ほどのポンコツはですね、この地球上になかなかないですよそんなこともないでしょ。いや本当ですよそれはかなりまずいですね。で今回さらにですね、このレーダー照射事件で明らかになったのはすでに統制が取れてないということです。そうですね、これ推理するにおそらく現場で日本に対しては何でもやっちゃえみたいなことで、あのなんかの命令を無視したり内規無視でやっちゃったやつがいるわけですよ。で本来であればすいませんとヒューマンエラーですということで済んだはずなんですけども、ということになるとこれ統制が取れてないって話になっちゃうんで、韓国政府としてはやってないって言うしかなくなっちゃったんですよね。でもやって
ってないって言ったりやってるって言ったりね。そうです、だから最初やってるって言ったけど、うん、そっちに向けてないよ、意図的じゃないよって話だったんですけど、レーダー照射そのものをしてないって話になってたわけですよね。じゃあなんでそうやってわざわざ変えていって固くなにですね、小さな謝罪すらできないかって言ったら、これ軍の中で統制が取れてないっていうことは、これ軍としては最も恥ずかしいことなんですよね。でちょっとした反乱ですから、これはだからこれは認めることができなかったというふうにですね、まあ分析することができますけども、なんかまあもともとポンコツですけれどもね、まあまあ脅威としてはですね、やっぱこの38度線が対馬海峡まで降りてきてると見なきゃいけないですね。確かにね、本当ですよね、はい、で対馬に行くともう目の前韓国プサン見えますから、高速線でも1時間かそこらですからね、はいはい、そしてもう 年間30万人、昨年確か40万を超えたと言われてますけども、対馬を訪れる韓国人がそれだけ増えていて、韓国資本がダーッと入り込んでますから、そうすると対馬空港にですね、が封鎖されたら対馬占領されちゃうんですよ。市街地から対馬空港に上がる道って1本しかないんですよ。ここが封鎖されて、一機着陸して、そこだ軍用機が一機着陸して、その道が封鎖されたら、もう対馬は制圧されたようなものになっちゃうんですよね。なるほどね。やっぱり離島防衛ということをですね、これから真剣に考えていかなきゃいけないですので、やっぱり対馬海峡、ここに38度線ですから、38度線というとなんかちょっと遠いイメージですけど、目の前に38度線があるっていう、こういう認識をしないといけないと思います。なんだろう、このままいったら尖閣より前に韓国と偶発的な軍事衝突が起きてしまっても、このままいったらおかしくないような、おかしくないですよ。で、まあ、今のね、武田さんの話を聞くと、確かにそのまあ、ポンコツって今おっしゃったけれども、はい、そうかもしれませんけど、ですから先ほど言ったように人員ベースでいくと、2.6 倍ぐらいって65万人ぐらいいるんです、はい、日本は定員充足 100% 充足しても25万人弱ですから、で、まあ、もちろん今の話聞くとね、その泳げない人が何人いても一緒みたいな話かもしれないけどあとそれからセウォル号です。セウォル号ね、何かあったら全員一目散に逃げる、なるほどね。だからそれは日本のですね、佐久間艇長の話有名ですけども、潜水艦のね、遭難 事故で、普通潜水艦の、まあ、これ大正時代、明治時代だから大正時代の古い時代の話ですけど、普通潜水艦の事故ってもうみんな窒息で空気が足りなくて、もうみんな出口に覆いかぶさるようにして遺体が重なっているというのが世界の常識なんですね。ところが日本 その、佐久間さんという方がそのトップだ、まあ、艇長だったんですけど、それを引き上げてみて開けてみたら全員配置についていたまんま、でしかも佐久間艇長は今どういう状態かというのを国記録を残していたわけですから、だから日本人ってもともといざという時に最後の最後まで職務を全うするっていう、こういう精神性があるんですけども、それがですね、セウォル号を見ると真逆、朝鮮の人たちは真逆かなというふうにやっぱり見えますよね。ですからいざとなったらね、国のために最善を尽くして戦うという人たちと、何かあったら自分が逃げればいいやっていう人たちと、でそういうことを考えると、いや逃げる人が3倍4倍いたところでですね、全然意味がないということで、陸軍っていうのは最終段階ですからね、うん、そうですね、だから最後はもう戦争は歩兵に始まり歩兵に終わると言われているぐらい、最後は面で制圧するのが戦争ですから。ただ日本のですね、陸上自衛隊と韓国の陸軍が直接衝突するというのはもう上陸作戦の後ですから、本当に何万何十万人いるって言ってもそれほとんど陸軍なんですよね。でその前哨戦でその海軍と空軍との空中戦、海上戦があるわけなんで、それを考えたときに韓国の力の弱さというのはもう圧倒的に弱いわけですよね。まあ、よく言われるね、確かに今の戦争っていうのはその海軍と空軍がより重要になってきてると、で昔みたいなその陸軍同士っていうよりはそっちが大事になってきてるよっていうことを言うんですけど、韓国に関してはその、まあ、海軍や空軍の機能というのはほとんどその米軍にやっぱりね追っているところが大きいですからね、まあ、そういう点ではその大したことないっていう言い方もできるんですけど、ただねちょっとやっぱりだからそこでね、またもう一回話を戻しますと、日本もですね、もちろん陸上自衛隊が一番数も多いんですよ、予算も多いんですね、でその予算の中で、人件費の占める割合がもう半分超えて
ってるぐらいだったんじゃないかな、うん、なんですね、で、海上自衛隊とその一番人の集まりにくい、まあ、これはあのアメリカの海軍もやっぱ海軍が一番こう、ね募集とかに苦労するんですけど、まあ、海上自衛隊と航空自衛隊は確かその予算の 35% ぐらいが人件費なんですよ。ですからねやっぱり人件費っていうのがかなり比率が高くて、この要するに中日新聞とかがですねやれその精鋭化せずだとか、そのなんか戦闘機をあの買ってるのが良くないとか言ってますけど、そういう問題じゃないんですよそもそもね。で私そのさっきも申し上げたように日本の自衛隊というのはおそらくそういうその昔からの伝統とか、まあ、日本人の国民性というものを持っているから本当に職務に忠実なんだと思うんです。であれだけ制約のある中で、だって PKO だってねそんなに制約ある中でよく言ってましたねって話だったんですよ、この虎ノ門ニュースでねあの話いただいた時も。でそういうそれだけ足かせ手かせ足かせあってやってるわけじゃないですか。だったら一つはですねそのやっぱり新規の隊員を増やすために本来だったら給料もっと上げなきゃいけませんよ。やっぱり給料の水準もちょっと一応情報もらってみましたけど、いやこれね、うん、と思いますもん。あの韓国がなんでそんなに人集まるかというと、まあ、徴兵制ですもんね。あの徴兵ですし、うん、しかも就職氷河期でもう職がないわけですよ、ね、日本にだって就職に来てるぐらいですからね、はい、だから国防意識とか愛国心なんかかけらもなくても給料を取るために行く人もたくさんいるわけですね、うん、でしかだからあの、セオル号の話また戻りますけども要するにセオル号の話結構好きですよねあれもう象徴的ですから、うん、あのだって トップが先に逃げちゃうんですよ、うん、そしたら部隊はどうなるかって話ですね。全くね、うん、それはそうですねだからもうそういう人たちなので、うんまあ、だからこそ金だけはつぎ込むということなんでしょうけど、もともと技術的な基盤もないですが全部パク・リーで来てますからね、うん、前の大統領はパク大統領、次リー大統領でしょだからそうするとですねあの、まあ、金だけは積んだものの、泳げないは逃げるわ、でみんなやる気もないわということになりますから、うんまあその無視はできないですけども、はいまあ、ほどほどにというところで、やっぱりあの私思うに日本にとっての本当の敵は中国だと思うんですよ。そうですね、うん、だから韓国あたりであんまりね煩わされるんじゃなく、おっしゃる通り、で韓国のこの状況を、まあ、バネにして自衛隊をしっかり充実させておきつつ、ね、本当の敵はですね中国だっていうところをやっぱりこの、うん 見失わずにしときつつ、ね、横目で韓国に対処するというのが、まあ、スタンスとしては正しいのかなと思いますね。どうしましょう。そうですね、あちょっとすみません、はい、あとね、まあ、やっぱり あれですよ、あのアメリカもね、要するに米中も、はいあねはい、あそうそうそう、今日ですからこれ一面なんです。で、まあまあ、背景として、まあ、今喋ったようなこともあるんですけれども、まあ、その韓国軍との間で、ね、結構深刻な亀裂があるんじゃないかという話ですね。だけどね、やっぱりその、まあ、今武田さんが全くおっしゃったように、はい、実際に日本がやっぱり、あの相対さなければいけない相手というのは中国ですよ。メインは、であのさっき の, あの河合さんのね、あのスピーチの中にも、まあ、そういうことがあるわけですけれども、あの今米中はその、まあ、時間級の、ね、協議をやったりなんかして、貿易戦争とか言われるのを、まあ、なんとかこう調整していこうっていうような、はいまあ、実際には調整はそんなに簡単にはつかないと思いますね、なんですけれども、ただねやっぱりちょっとアメリカもその実はこれは貿易戦争って言ってるけど貿易戦争じゃなくてね、あのこの番組で何度か触れてるようにやっぱりその技術 の,、はい、あのまあ派遣だったり、あるいはその最近中国が、まあ、あれも本当か嘘かわからんとか言ってる人もいるけれども、月の裏側にね、はいはい、行っちゃったとかね、でもまあなんか私、ね、あれ嘘くさいですよね、うん、なんかねでもね私ね NASA にその長年勤めてるスペースエンジニアの友人がいるんですよ、聞いたのね、そしたら、まあ、嘘ではさすがにないだろうけど、でもあれ別に大したことないんですって技術的に。そうなんですか、うん、でもみんなねやっぱりほら、うん、みんなが眺めてる月だから、そのなんかこう抜け駆けしていくのもっていう感じで、その一人だけ行っちゃうっていうのはしなかったことをやっちゃうっていう、そういうで中国としてはあれはプロパガンダだから、やっぱり世界初っていうのがいいわけですよ、
何にせよ裏が初だっていうだけで、そうそう、表はアメリカが表は言ってますから。そうなんですよ、日本は火星まで行ってますから、ね、そうなんです。あとなんかほらアメリカつい最近ね、なんかすごいあの遠くの星にねそうそうそうっていうのもあったでしょ、冥王星、火星の先まで行きましたもんね。そうそう、あれの方がはるかに実は技術的にはすごい、大しても裏というところだけで別に大したことないですよね。あと近、なんか近未来っていうかね、数年のうちに、はい、あの何カ国かが一緒になってこう宇宙ステーションを作るとか、はい、そういう計画はあるわけですよ、あの月とかね、だから別にどうってことはないらしいんですよ、ね、でも中国がその世界初だって言ってすごいその国威発揚のプロパガンダに使おうとしてるじゃないですか。そうですね、それになんとなく日本のメディアも載ってる感が強いですよね。まあ、確かに月はね、もう我々子供の頃から行ってんですから、まあ、今ご近所ですから ね、 ねちょっとまああのね、あの大変あの儲かってらっしゃる会社の、ね、会社の社長が ね、 長ね、月に行くとか ね、 ね、うん、言ってますよね。フラッと行かれる時代になったわけですから、 ですから ね、 ね、我々も行きたいですよね、フラッとね、フラ、まあ、そうですね、行きたいですね、うん、なんかトラドモンニュース月からやるとかね、やだ、え、やだ、え、本当、え、私なんか体力が許せば行きたいわ、生きてる間にお好きですか、有本さん、うん、なんかやっぱ行ってみたくないですか一度くらいですかね、はい